皆さん、こんにちは。1997年、日本に来て間もなく、私は友人に誘われて、キリスト教の教会に行ったことがあります。韓国人が経営する教会でした。その時、教会に来た人たちは、牧師も含めて、1999年に人類は滅亡するとの話をしていました。 彼らの根拠はフランスの16世紀の予言家ノストラダムスの予言でした。当時私は神や宗教などは迷信だと思っていたので彼らの話を信じなく彼らが言っていることについて深く理解してみようとも考えたことはありません。 現在、ノストラダムスのこの予言について検索してみると、1990年代後半、この予言が実現してしまうのではないかと恐怖に震えた。結局何も起こらずに2000年を迎えた。なんでみんな信じちゃったのかノストラダムスの予言とは一体何だったのかなぜ人々はあれほど騒ぎ、恐れたのか など書いていてる文章がたくさんあります今日はなぜ1999年人類は滅亡しなかったのか1999年7月ノストラダムスの予言が実現したのかどうかについてお話しします。 フランス人ミセール・ノストラダムスは16世紀のフランスの医師、先星術師、詩人です。彼は約3800年にわたる6000を超える予言を書きましたが、70%以上の高い精度で実現しています。例えば、1555年予言したフランス王アンディ2世の死は、 4年後に発生しまだアメリカでのテロ事件は2001年9月11日に発生しました1999年4月についての人類滅亡の予言だと言われたものは一体どういうことでしょうかまずノストラダムスの原文を見てみましょうもちろん日本語の訳文ですが大体の意味は判明されたと思いますので原文として理解します 初世紀にはこのように書いてあります。1999の年7の月、空から恐怖の太陽が降ってくる。アンゴルモヤの太陽を復活させるため、その前後の時期、マルスは幸福の名のもとに支配に乗り出すのだろう。普段予言と言われるものは、 いつも発生時間や場所などを直接言明しないため事件が発生する前にはいろんな解釈方があります。予言通りに事件が発生しても信じない人は発生した事件と予言にはいかなる関係がないと思います。 しかし、ノストラダムスのこの予言には、1999年7月発生する事件だと、時間のはっきり書いてあるので、これは非常に目立つことです。 このように予言するのは、この予言には100%自信があるからでしょう。ノストラダムスの予言の精度は70%以上だから、このように自信を持った予言は必ず発生するはずでしょう。ただし、ノストラダムスのこの予言は人類滅亡の予言だと言われ、 予言の時間が経っても人類は滅亡しないから人々はこの予言について深く考えないからでしょう。実はこの予言の原文には「人類滅亡」と書いてありません。予言にその前後の時期マルスは幸福の名のもとに支配に乗り出すのだろうと書いているのは事件発生後にも人類は存続するということを意味しているでしょう。 1999年7月、確かに全世界を震わすような恐ろしいことが発生し、今まで続いています。皆さんも覚えていると思いますが、1999年7月20日、江沢民の総書記とする中国共産党がファー・ルン君への弾圧を始めました。 当時、江沢民は3か月内にファルン君を消滅すると予言し、そのため政府、軍隊、警察、裁判所、学校、病院、企業など、すべての機構を利用して国内でファルン君を弾圧し、テレビ、ラジオ、新聞など、すべてのメディアを通じてファルン君をけなす情報を全世界に拡散し、 世界各国駐在の中国大使館、対外貿易など全ての外交手段を利用して世界各国でファルン君を弾圧し、ファルン君を消滅しようとしていました。 ノストラダムスのこの予言とファルン君弾圧事件の関係についてファルン君創始者のリコーシ先生が書いた文章があります。その文章のアドレスをこの映像の下にリンクしておくのでご参考までお読みください。 その文章を見れば、ノストラダムスの予言が理解できると思いますので、私はここで、ノストラダムスのこの予言の全体についての理解ではなく、その中の恐怖の対応についてお話しします。さっきも話しましたが、 江沢民は3ヶ月内にファルン君を消滅すると予言し、すべての手段を利用してファルン君に弾圧をかけたが、3ヶ月内に消滅することができなかったんです。原因はその時、ファルン君はすでに中国で7年間以上伝われ、 ファルン君修練者は全国で1億人以上いるため、ファルン君は新善・任に従って修練するもので、ファルン君修練者は良い人間になろうと頑張っている人だとみんなが知っていたため、国民はファルン君に対して恨みがなく、逆に評判が良かったんです。もう一つは、中共は数十年来ずっと政治運動をしてきたため、 国民は政治運動に飽きて、ファルン君への弾圧についての政府の宣伝について、口では支持すると言っただけで、実際には政府の宣伝に従って行動しなかったんです。そのため、江沢民は3ヶ月内にファルン君を消滅しようとすることが失敗したのです。もともとファルン君への弾圧は、江沢民の一存で決めたことで、 当時の政治局常務員7人の中主要機首相と胡錦涛国家副主席を含む6人が反対したのです。だからファルン君への弾圧を維持することは難しかったのです。しかし江沢民は失敗を認めずファルン君に勝つために独断先行して弾圧の力を強化したのです。 2000年12月から全国範囲でファルン軍への弾圧に支持する署名活動を行い、 学校では中高学生に強制的に署名してもらったり大学の入学試験問題に江沢民とファルンの間どれを支持するのかの問題を出してファルン,ンを支持すると答えた学生には入学が禁止され政府機構や学校企業などではファルン,ン修練者には給料の支払いを停止したり解雇したりファルン 修練者を雇用する部門は、全員のボーナス支給が停止されたり、リーダーの消職が禁止されたり、労働教養所や刑務所など司法部門では、いろんな手段でファルン軍修練者を拷問し、ファルン軍修練者を殺害しても無罪で、責任を追及しないなどの政策をとったのです。 江沢民はファルンに対してその名誉をけなし収入を断ち肉体を消滅する殺害しても追及せず自殺とみなすファルン軍収者を殺害しても無罪という方針を打ち出したためあらゆる非人道的な拷問が行われています2001年1月23日中国の大晦日の日 安広場で焼身自殺事件が発生しましまた中国政府は事件発生約2時間後自殺を図った人たちは全てファルン軍修練者で彼らはファルン軍を修練してから精神がおかしくなったため自殺しようとしたと全世界に公開しました。 この事件はファルン君に与えた影響は非常に悪く多くの人はこの事件のためファルン君を恨むようになったのですファルン君側は焼身自殺を図った人たちはファルン君修練者ではないと主張し第三者の独立調査を求めていますが中共政府は彼らへの第三者の接触を禁止し今まで誰一人も 独立して彼らにインタビューをしたことはありません焼身自殺の映像にはいろんな疑問があります例えば全身にガソリンをかけて火をつけたと言われた人の髪の毛が一つも燃えてなく声帯が焼けたため発音ができないと言われた子供が記者のインタビューで大きい声で話したり歌ったりし手アン広場には普段消火器を置かないのに 火をつけた後、すぐ火を消しているその消火器は、急にどこから来たのかなど、常識を超えたことがたくさんあります。また、ファルン君は殺傷と自殺を禁止しているので、自殺自体がファルン君の原則に背くことだから、彼らをファルン君修練者だと決めつけるのは理不尽なことです。 実際には、テアム昇進自殺事件は、中共政府が監督した映画です。 その映画を撮影する風景を収録した映像を見たことがあると新当人テレビ局の取材で話した人がいます。しかしこの真相を知らない人々にはテアンム昇進自殺事件は確かにノストラダムスの予言で書いている空から降ってきた恐怖の太陽のような恐ろしいものだったでしょう。 また、もっと恐ろしい恐怖の大王は臓器狩りです。この事件は2006年3月、中国人記者により初めて公開されたことで、生きたファルン軍修練者から臓器を取って、その臓器を患者に打って、警察や医者など加害者たちがお金を儲けることです。臓器が取られた人は全部殺害されたため、直接根拠は取れないです。 今まで少なくともカナダの国際人権弁護士デビット・マタス氏と議会の元議員デビット・キルガ氏による独立調査団とアメリカのファールン軍迫害を追跡調査する国際組織など2つの組織が調査しています。 彼らの調査結果から見ればファー・ルンクン迫害を開始した1999年から今まで少なくとも数百万人のファー・ルンクン勾留者が殺害されたのですもっと恐ろしい恐怖の多様ですがあまりにもひどすぎるため多くの人はこのような残虐なことはありえないとして信じないですここのことについて 残虐の第一に詳しく書いてあるのでご参考までお読みください。臓器狩りについて今後3回に分けて皆さんに報告しようと思っています。だから今日は深く話さないことにします。これよりもっと恐ろしい恐怖の対応もあると言われています。 今日は7月22日です。1999年7月20日の深夜から、中京は全国範囲で急にファロン軍修練者を自宅から連行することで、ファロン軍への迫害を始めたが、ファロン軍を禁止すると全世界に公開したのは2日後の22日です。 先に闇で行動してから後に行動を公開するのは中教の一貫したやり方です。だからこの日に合わせてノストラタムスの予言についてお話ししました。今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。